はい、皆さんこんにちは、ミニツ開発リーダーの岩崎です。今回はですね、9月の30と10月1日で公開になった、東京ホビーショーですね。こちらの会場をちょっとお届けしたいと思います。はい、ではちょっと順番に見ていきましょう。ミニツ関係のブースはですね、まあこんな感じ、いつも通りな感じなんですけれども、今回もですね、静岡に続いてたくさんの新製品持ってきています。まあちょっと一つずつ紹介している時間もあまりないですので、まあ、ざっくり見ていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。こちらですね、春の静岡でも発表したハコスカの色違いで60周年記念の限定モデルですね。こちらオートスケールのみで発売になります。はい、続いてこちらですね。こちらも、60周年、こちらはですね、強勝の60周年とマクラーレンの60周年が、まあ、ダブルネームで、出るというモデルで、実際には存在しないカラーリングなんですけど、もう本当にこの車だけにデザインされたスペシャルカラーの、マクラーレン P1 ですね。でこちらは、逆にオートスケールがなくてレディセットのみの、ラインナップとなります。はい、続いていきまして、上段にあるのはですね、すでにあの発売済みの、ラインナップでミニッツ RWD の、まあ、現在の最新ラインナップになってます。はい、で下にある2車種はですね、モデル的には過去に売ってるんですけど、特にあのこちらのレイブリックはかなり久々の生産ですね。10年は経ってないですけど、もう最初に作ってからもうだいぶ、まあ、これ年号が14年なので、もうなかなか7、8年ぶりぐらいにはなるのかな。はい、で 787B はもう何回か作ってますけど、こちらですね、もう本当に大人気モデルで、再生産の要望がすごく多いので、今回も、出展してます。はい、じゃあ続いてさらにですね、こちら AWD シリーズですね。 AWD シリーズも上段にあるのが、発売済みのものですね。今まあ現時点でだいたい最新ラインナップがあるかなと。はい、で下のこの R32 もですね、ボディの型自体は、新しくないんですけど、GTR のガンメタと N1 の白っていう、こちらももう相当作ってないかな、まあ、ガンメタちょっとやってるかもしれないですけど、N1 の白はもうだいぶ久々なんじゃないかなと思います。で続いてこちら、こちらが、皆さんお待ちかねのですね、新規金型ボディですね。今回あの AWD で、トヨタ GRMN ヤリスですね、実車は限定車ですね、900万円ぐらいする車のモデル化になってます。まあ、今回こちら AWD で発表してますけれども、MR 系の車種に載せる場合には、まあ、HM マウントですね、 HM マウントで楽しんでいただける新しいボディとなっております。まあ、ホイールベースは M ですね。はい、続いて 4x4 ですけれども、 4x4 は今回はこの4ランナーのブラックが、前に出したあのサンドイエローというやつの色違いになってます。はい、そして今回のこの、ランドクルーザー300、こちらが新規金型の新しいボディになってます。かなりですね、迫力がある感じで、まあ、これまでの、 あのラングラーとかに比べるとちょっとこう都会派的なイメージがあるんですけど、すごくあのディテールもよくできていていいかなと思います。まあ、ちょっとこれまでとはね、毛色の違ったラインナップになりますけれども、こちらはですね、新しく発表になります。はい、そして、レース系のユーザーが、お待ちしていたこの待望のですね、新しい車種ですね、 MR03 EVO から、まあ、フルモデルチェンジという形で今回、まあ、MR04 の EVO2 というモデルになっています。まあ、04はもうシャシーで新しくなってるんですけど、 EVO2 っていうのはこれまでの、 EVO から受信機がですね、通信の部分が新しくなっているので EVO2 という風になってます。まあ、今回この本当に
完全刷新の、まあ、ここ 98% って書いてますけど、まあ、本当にフルモデルチェンジで新しくなってますんで、このような感じですね。まあ、ワイドの MM とナローの MM2 なんですけど、まあ、MM シャーシーもですね、このモーターマウントなんかも新しくなってます。まあ、MM2 もですね、パッと見変わってないんですけど、実はこれ新しくここに直している新規のマウントになってます。まあ、ちょっと詳しい内容はですね、また後ほど別の動画でも発表していきたいと思いますので、また楽しみに待っていただければなと思います。まあ、こちらに書いてある商品の詳細はなんかもですね、協商のホームページにも載ってますので、興味のある方はそちらをご覧いただければと思います。はい、ちょっと駆け足でしたが、今年のですね、東京ホビーショーのミニツ関連のブースは以上になります。それでは皆さんまた次回でお会いいたしましょう。ありがとうございます。